うちの先輩の。荻野由佳さんが卒業発表されたということで <laughs>。みんなもね、かなり驚いたんじゃないかなと思います。うん。私もね。全然。あの事前情報。事前に知ってたこともなく、知っていることもなく。うん。でもなんか。 あのー、これメールに書こうと思ったんだけどいやちょっとどっから話そうかなあのっすね結論を言うとあのマジで今血をフ,フ, <laughs> フラフラなのフラフラなのまず第一に本日あまり眠れていないということ2時間で。 え公演に挑みましたということと睡眠時間ね睡眠時間2時間で公演に挑みましたということとあと普通にめちゃくちゃ泣いたので結局ふらっふらもうさっきびっくりしちゃったそうだからもう気づいたら私そうお家帰ってお家帰ってきてゆかさんのショールーム見てて でリカさんのショールーム見てすぐにツイッターを投稿しようと思ったんだけど全然ツイッターいいうなんかどんな文章書いたらいいかめちゃくちゃ悩んで30分ぐらい悩んでなんとか打ってでまためちゃくちゃなんか時間かけてフォトログの文章を考えて投稿してそしたらもう私力切れてましたね。あー <laughs> っていう感じでちょっとメールごめんなさい送れなかったんですけど俺そう普通に公園のお礼とかもしたかったんだけどねそうちょっと泣きすぎてねあの圧倒的に体力奪われるっていうのもありまして、うん、でそうメールに書きたかったこととかもいろいろ頭の中では考えてたわけないしあのー ツイッターに140文字じゃ載せきれないけどこういうこと伝えたかったっていうのをメールに書こうと思ってたんですよねだからツイッターでその取捨選択をしていたわけでございますよ文章を考える際にねうんそうそうそう三村さんは今日知ったの三村さんは今日知りましたうーん まあ今日は知ったけれどもあのー、まあ私でございますがあのー、泣かなかったんですよステージ上で、うん、まあその場でね劇場公演来てくださった方とかは私のことを DMM 以外でも追うことができるので分かりやすいかなっていうふうに思うんですけどあのー、もちろん寂しいし悲しいしびっくりしたんだけどなんか。 あのもうなんか方針じゃないけど方針ともまたちょっと違うんだけどねうんそうまあ我慢泣くの我慢したっていうのもあるしなんかそれ以上に何かでも別にびっくりしたわけでもないんだなんかあのー、これもね悲しいことではありますけれどもいつか絶対にこの時が来るって分かってたの。それが どんだけ早いかとかも全然わかんないけどでもいつか絶対来るってそういうのはもうもう1年ぐらい12年ぐらい前1年半ぐらい前かからずっと思ってたのでうんそうそうそうだしあのメタ的な話になってしまいますけれどもあの今までこんなね あのー、まあ公演やること自体は、まあ、だいぶ前から決まってたけどさあのー、ねなんか <laughs> 握手会だけ握手会がないからと言いつつ曲を披露する場をね全員集合する場をわざわざ作るってことはなんかあるなと <laughs>、うん、まあいい方向のお知らせもあるだろうしねまあ 誰かが卒業発表してしまうのかなっていうふうにも思っててだからすごく緊張はしてたんだけどあの当日のあまりの大人の多さに「あっあっ」と私の脳みそが思考を停止しましたね「あっ,って思考を停止した末に私が えー、知らず知らずのうちに取っていた、えー、行動をご紹介しようと思いますねあのー、面白いんですよ今思うとね伏線回収みたいな本当にマジでそんぐらいだったんだけど <laughs> いや違うメディアじゃないやっぱその事務所の関連の方イかさんの事務所のねホリプロさんの方とかまあなんか他にもいろいろっていうのでうん あのー、そうで私がね勝手に脳みそで取った行動その1、えー、まずまず私、えー、本日劇場入りをしてすぐに思ったこと「ゆかさん今日可愛いな」ってこれマジあのねマジあのああの今日のゆかさんめっちゃ漏れてるなんか可愛いって思いましたうん <laughs> 丸,一丸二何の時だったか忘れたけどあ,あ青春時計のリハをやっててで私ね癖でね独り言言っちゃうんですよ。でなんか普通に楽屋裏であの一人本当に一人で、ね、あの。 歩いててあの「チクータクチクータク」っていう音が流れ出てきた時に「チクタクチクタクフッフー」って言ってたのが湯川さんにバレましたと。一人で「フッフー」って言ってたのがバレて「今フフて 言っ,てたでしょって言われて「暴れたって言いましたねそれが2つ3つ目多分その直後だったかもう少しあとだったかにまたすれ違うタイミングの時に「ゆガさん絶対一緒にご飯行きましょうね分かりましたが」って後ろから投げかけてましたね。 でこれねうあのと,とっておきのとっておきのその4えー、あのー、うんとさっきの顔がかわいい今日ゆかさんの顔かわいくねっていうののあのー、連長戦でもあるんですけど髪の毛やってもらってたのもうちょっともう外しちゃったんだけど頭痛くてボニーテール私今日やってたんですけど。 てるやってて右隣が由佳さんで左隣がかイりだったので話してて私だからもうさ頭思考停止してるわけだからもうねあのこれね由佳さん由佳さんに聞いても多分同じ話すると思うんだけど一点見,見つめてたの私その時ぼーっとしてあーっつってでその時何考えてたかっていうともうまさしく誰かが卒業発表したらどうなるかなどうなるかな,な,るかなっていう。 っていうのを頭の中で、ね、自分で意識せずに考えてたんですよ。そしたらユガさんの笑い声が聞こえて、つ <laughs> <laughs> って、<laughs> ひなちゃん、ひなちゃん一点見つめてたよ、つって、えー、でもねなんかねそんなあのなんかねいやいやちょっと夢見てましたみたいな。 メンバー先輩が誰か卒業発表する夢夢…夢じゃないんだけどね完全になんかもうあのよくあるじゃないですかこういうやつうんほっってってうんで いそ,のそれでそういう話になったから「あもう全然つ」なんかて「ヨさん今日めっちゃ可愛くないですか?」ってその時に言ったんだよヘアメイクの時に「えっ、ー!」って言ってくれたんだけど「えな何ですかね痩せ,た痩せました?ま」ままたた痩せましたみたいななんかその話をしててでカエリりもねそうなんか一緒にお話をしていたんだけどカエリりがね やめてやめてくださいよ変なこと言うのやめてくださいよってその、言ってて <laughs> 言っててさそうだからゆかさんがなんかその ゆかさんが何か言うよりも先に私がね多分一言言ったんですよ「いや今日ポニーテールじゃないからゆかさんゆかさんポニーテールじゃないから多分何もないよ」って言ったの <laughs> これは本当に伝わる方にしか伝わらないんだけどゆかさんポニーテールじゃないから今日は大丈夫だよってあの本人から答えを聞くよりも先にあの言いましたね そうでもね、ゆうかねあのー、ポニーそうポもともとポニーテールかハーフアップで悩んでてつって、まあ、メールもっとメール取ってますから知ってますよ最終的にねあのー、もともと低いポ一つ結びだったんだけど三つ編みになってましたねあれゆうかさん髪の毛変いたんですかって言ってあそうだ思い出したあのね先に、ね、それだったわ先に、ね、その髪型の時の話があって でちょっとさ前に言ったご飯食べましょうのやつがそのあとだ「あれ髪型変えたんですか?」そう三つ編みにしたのえかわいいですね」っつって「よかっ絶対ご飯行きましょうねね!」っつって「ああ」って,言って言うのをね。はい、<laughs> っていう感じでもうもうね。脳みそそが勝手にいやそんなわ そそんななことはないとはい、あのー、上書き保存してるわけですよ頭がそうもうなんとなく本能というか第六感としては感づいてはいるはずなのにいやそんなことはないとそんなことはないそう信じてそう嘘だと信じたいという思いだけで私は脳みその改変をしそう、まあ、現実逃避みたいなね。うん そうまあ実際だからうん前々から覚悟していたとはいえやっぱり悲しいしね寂しい苦しいなというふうには思いますけどうんっていうね <laughs> うんそんな感じでしたよあの公演自体は。 だからもう不安でしょうがなくてさ本当に本当に本当に不安でしょうがなかった <laughs> 本当にうんいやそう発表に立ち会えたそ,その場で聞けてよかったっていうのもマジでそうでなんかちょっと前にショールームで私あのゆかさんが自分のいないところで卒業発表したらマジで怒る怒るというか本当に なんですかって絶対言うと思うみたいなことを言ったことがあってまあ別にそれは私のただのエゴなんだけど <laughs> そうそうそうなんだけど実際今回ね全員を集めて全員がいる場でこうみんなにファンの方に向けてもメンバーに向けてもお知らせって言ってくれたのがね私なんか嬉しかったですね。うーん 本当にゆかさんは NGTNGT って言ってなんかこう本当に何だろうまあねあの東京で活動することも増えたりだとかでなかなかねにあの一時期はね新潟を捨てたと言われてたぐらいのそのね他のお仕事が増えてっていうのが嬉しいことのはずなんだけどでもねそういうふうに言われてたっていうのも。 あのちゃんと見ていたのでなんかそれを踏まえてでもそれでも新潟が NGT にこだわっていて NGT が好きだっていうふうにね言っている姿を何度も何度も私は間近で見てきたのでうん最後までずっとそうでしたね。う うんいや荻野由かは間違いなく NGT48 の顔だったからね顔だったというか顔ですからねうんまだあのー、そうでみんなボロ泣きなわけよね私はそのお,お,お見送りのお見送りの途中で結構累泉が崩壊し始めて それまでは泣かなかったんだけどお見送りの途中であのやるせない感情がふつふつと湧き上がってきて結構もう声出したら泣いちゃうレベルだったんで本当に笑顔で手振ることぐらいしかできなかったんですけど後半からあのー、もう他のメンバーもがっつりもう,もうボロボロ本当に「え母さん」って。<laughs> いやでもなんか私お顔が見れなくてもなんか見たら泣いちゃいそうだしでもまああくまでね今回公演は公演だから公演楽しんでくださった方にできるだけ笑顔で帰ってほしいなって思ったっていうのもあってあのそう実はあんまり DMM で配信されてたかはわかんないけど最後のステージのところでねみんなにお客さんに向かって手を振って。 たんですけどちょっとあまりにもねあまりにもすごいなんかお通夜モードな感じのあのー、公演の本当に吐ける瞬間かお見送り前のね、うん、あまりにもお通夜モードすぎてこれはファンの方が心配になるぞと思って「大 <laughs> 声と一緒にねありがとうございました」っつって「またね」っていう意味を込めてそう。 でも振ったんだけどねあれがちょっとどう見えてたかっていうのは分かんないけどうんいやでもマジで本当に何つったらいいかないやでも自分が意外とそのなんていうのかなその卒業発表の瞬間に大泣きしなかったのもちょっと意外ではあったなんか本当にもっと号泣しちゃうかなとも思ってたんだけど やっぱもうなんか心のどこかで気づいてたからね明らかに第6巻が気づいていたから <laughs> あ映ってたのあそうなんだ <laughs> みんながもうほんと不安な顔でさ「はけるだ大丈夫あうんあ大丈夫かな?」みたいななんかほんとにもうすごいもうねとんでもないとんでもないムードをまといながらね そとぼとぼと帰っていくからさだからえあ待っててね大丈夫だよっていう意味を込めて手振ったんだけど <coughs> ねなんかすいませんねそう,ねそうちょっと一番最後まで残っちゃってすいませんでした <laughs> ちょっとあまりにもそうでしゃばった真ねを申し訳ないうん うん、いやだからねでそう私は我慢をしていたわけ、うん、我慢してたけどもう全部終わって DMM コメントとか撮って写真撮影とかやってあの衣装着替えてで ゆうかさんはゆうかさんでいろいろバタバタしてたからさそれまで私はもうなんかもうぼーっと放心状態に近いものだったんだけどゆうかさんが一旦落ち着いた時にね改めてお顔を見て「ゆうかさんお疲れ様でした」とかなんか「ありがとうございました」って言おうかなと思ってお顔を見て「ゆうかさん」って言った瞬間に「ゆうかさん」って泣いちゃった。<laughs> マジであの時ほか、まあ、にも研究生元研究生のメンバーとかあとマリナさんもいたんだけどみんな「ああ」っつって、うん、改めてお顔を見て目を,目を見て「あのゆがさん」って言おうと思ったらもう泣いちゃったねうんうん、うん、わんつって もうちゃんともうなんか流れ出る <laughs> 流れ出る涙でしたねうんそういやー別に今も普通に泣きそうだものなかなかないけど <laughs> もうみんなさ みんなもさ他のメンバーもそうだけどさまあ今日ショールームで生きてないメンバーもいると思うんですけど普通にもうあのうん、うん、まあ別にあれだと思うけどね大丈夫ですけどみんなうんもう端っこでうずくまって泣いてるメンバーもいれば「<laughs> なんで!?」なんでってずっと言ってる由香さんに対してずっと。 と言ってる後輩もいれば、<laughs> 本当になんかもう面白かったですけどねそうああ私からは言わないですけどね多分。 てかもうみ,んなみんな泣いてたしねまりなさんもその泣いてる後輩たちを見てずっとまりなさん泣いてなかったんだよステージ上でも多分ステージ上でも泣いてないしあのは、ー、けてからも基本的にもうずっとちゃんとされていてまあね前に一番最初に多分んまりなさん自体が聞いてるだろうからだからさ泣いてなかったんだけどなんかもう そう <laughs> 終わってみんな泣き始めててその時にマリナさんが泣いてそれを見てまた我々が泣くっていううんでそう「ガッピン泣かないでよ!」つってゆかさんがそう「ガッピンが泣いたらヨガも泣きたくなっちゃう!」泣いちゃう!」って言って <laughs> 泣いてましたねゆかさんショールーム前信 いやでも私ねもうね優香さんにねずっとい聞きたかったことがあったんよその時に「優香さん今日ショールームいつからやりますか?」って「優香さん優香 <laughs> さんショールーム今日いつからやるんですか?いや」えもうンマうか分かんないけどいつやるんだろう?」とか分かんないなって言って「あのマジでかぶら, <laughs> らせたくないんで」って言って「マジでかぶらせたくないんで」そうっってうん てかか私が見たかったっしうんそうそうそうだから最悪あのー、もしかしたら3時間34時間ぐらいあのー、ね配信するかなと思ってその場合、まあ、じゃあもう本当に15分20分とかでもうただ私があの早口で喋って終わるっていう配信をしようかなと思ってたんだけどねとりあえず当日本日はね 少し短めの配信でっていう話だったから、うん見てたよ見てた見てた全然見てた見てたからツイッター遅くなったんだものツイッターあのショールーム見てからツイッターの分考えようって思ってツイッターやったらツイッターの分がマジ考えられなかったっていう <laughs> いやーでもさーなんかねっうん ゲストありがとうございます本当にうんああいう時にそうメンバーで見てくれ,るて,くれてる子わかんない言うかわかんないけど見てくれてありがとうっていうふうに言えるのもさすがだなというかすごいかっこいいなとも思うしうん嬉しい普通に嬉しいしね <laughs> メールもそう メールもあのー、そうまあ詳しくは言,言わないですけどファンの方だけじゃなくてそのメンバーへのことも書いてくれてて私はファンだしメンバーでもあるから二度おいしいみたいなことになってますけど <laughs> モバイルメールねうんうんフフ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  あもうね、掃除で言えるのはその卒業していくメンバーっていうのは、まあ、基本的にこれからの新しい未来に向けて,瞳がキラキラしているんですよ私もそんなにそんなにたくさんの方を見送ってきたわけじゃないけどでも多分結構もう、まあ、かなり、まあ、言うて一人二人とかじゃないからね。 先輩もそうだし同期もそうですけどやっぱりみんなその新しい未来に向かって進んでいくっていう姿はすごくかっこいいしだからよく卒業を決めたメンバーがどんどん綺麗になっていくっていうのはあながち間違いじゃないと思ってて新しいいいこことに挑戦すする人はやっっぱかっこいいんですよだからそうだから。 そうだねだからゆかさんも今日可愛いなって思ったのはそうだったのかもしれないもしくは今日卒業発表するからもうコンディション万全に整えてたのかもしれないそれは分かんない <laughs> 分かんないけどとても綺麗でしたね今まで以上にうん泣かなかったの意外だったなゆかさんが卒業発表で。 結構淡々と話してたからなおさら感情の処理が感情の処理がもう <laughs> うんあこれからはもうその NGT48 の小木ゆ香こと小木のゆ香ももちろん後輩としてファンとして応援応援というか。 うん、応援まあ応援立ってるかな応援したいし卒業後もね由かさんのことをめちゃくちゃ応援している応援したいですのでもちろんまあそんな感じのことをあのフォトログにも似たようなこと書きましたちょっとフォトログはもう完全にねあのドダバダしてたのであんまりうまく書けてないと思うんですけどねっ Twitter もねめちゃくちゃ文章を考えたの普通にね卒業発表「お疲れ様でした」「すごい寂しいです」とか感想を書くのも良かったんだけどなんかなんか私らしくねえなと思って <laughs> しかもゆかさんだしねだからあのちょっとひねった考え方もしかしたら読む方にとってはな何こいつって思うかもしれない文章にはなってると思うんだけど。 本当に思ったまんまのことですねうん書いてみました本当にステージ上では我慢してたけどお顔見たら泣いちゃったまあ今って言ったのはその今の話でうんえ。うん、えーうん、そう「何卒業発表したんですかしたんすか?」っていうのは 動画を撮ってたんですよまあ動画はちょっとまだ載せないですけどうーん <laughs> 別にそんな分かってるのよ新しくやりたいこと見つかったとかさまあ言ってたけどねアイドルとしてやりきったとかそういう理由があるのはもちろん分かってるんだけどこの気持ちをぶつけるのはその言葉しかないじゃんだしファンの方も直接言いたいと思うのよなんで なんで?」なんっつって「なんでなんで卒業発表したのよ」「撤回してよと」とみんなねファンの方は思うだろう少なからず分かってんのよ理屈とかさあの綺麗事とか分かってんの分かってんだけどでもまず言いたいじゃんまず1回目に言いたいじゃん「なんでなんで?」っていやおめでとうだよ卒業はおめでとうだし未来が明るいことに関してもすごくいいことだけど「なんで卒業発表するの!」って そうそんなのを言いましたね <laughs> そんなことを私は言いましたそうファンの方も直接言いたいだろうなって思ったからさだからめっちゃ言っといたよって <laughs> うんその100%の由かさん100点より100%っていう言葉は私も好きなんですけど。 ゆがさんもともと好きな曲とし曲じゃない好きな言葉として挙げてる「100点より100%」って言葉があるんですけど実際ショールームでも言ってたんよね100点ではなかったかもしれないけど100%やりきったと言えるように頑張りたいっていうふうなことを言ってたんだけどうんすごくその通りだと思ううん点数なんてつけられないじゃん 人間のね生きていく人生の中でさ100点この人生100点なんてつけられないけどでも100%って言われたら100%だったんだなって言えるもんねだから私はそれに120%の恩返しをしたいよっていううん y u さんがいるから NGT であの私,私は NGT で。 なんだろうな前向きに活動できていると言っても過言じゃないからね私も私もねファンのみんなと同じように由佳さんに救われた人間なのでうんそれでそう あとあんまり触れてる人いなかったけどそうなんだっけな120%の恩返しをあっじゃあ100%のあそんな100%い,いつも100%のゆかさんが大好きです120%の恩返しができるように頑張りますゆかちゃんとの思い出いっぱい作れるぞみたいに書いてるさそうゆかさんと言った上でゆかちゃんって呼ぶっていう。 あの高度なエモエモテクニックを自分で言ったら台無しなんだけど使ったんだけどあんまりみんなのコメントになかったんだよねそう私いまだにゆかちゃんって呼べないんだだからホトログにもね似たようなこと書きましたよゆかちゃんってまずは呼べるように頑張りますとうん <laughs> うんまあ別にそれは正直どうでもよくてうん別にゆかちゃんだろうがゆかさんだろうが 敬愛の気持ちは変わわらないいけでございますようんありがとうギフトまあそうだねそんな感じですすごく寂しいしきっと落ち込んでるファンの方も多いだろうけど ユカ、まあ、さんのファンの方だったら何があってもへこたれないウイルス何があってもへこたれない精神をお持ちだと思いますのでね別にユカさんが消えてなくなるわけじゃないんだからこれからもねホリプロさんで個人で活動はしていくっていうふうにも明言されているからどういうことするのかっていうのは私も知らないですけど だからきっとまた会える機会とか応援する方法っていうのは可能だと思うのでまあでも落ち込む気持ちもすごく分かるのでいっぱいいっぱい落ち込んで期間限定になってしまった「推しは押せる時に押せを」をまだ時間があることを喜んでたくさん思い出一緒に作っていきましょうとうん。 私は、ね、まあこ,うこの限り思ったよりもピンピンしておりますので <laughs> 思ったよりもピンピンしてるしうんちゃんと由かさんと由かさんに自分が自分のその なんで挨拶がするなーっていう気持ちもちゃんとぶつけられたので元気ですよっていうねまあちょっとフラフラしてるのはマジで私が悪いので <laughs> 私が悪いっていうか実際昨日の夜作業をしていてあのー、そうあのみんなのねサインを書いてたんですよ昨日それで夜寝,寝るの遅くなっちゃって本日2時間の睡眠時間となっておるんですけど。 うん、まあだからこの後出ますパタッと <laughs> うんということでねありがとうございましたまた改めて配信もしたああ普通に公演の話してなかったねちょっとね今日はねみんな公演の話聞いて頭入ってこないと思うんでまた DMM とかで見てほしいなって思うんですけどあのー、まあそもそもねあのがっつりといろいろいろんな曲披露させていただきましたが、まあ、大きい目玉としてまず一つ目ユニットでねあのメドレーがあったんですけど私ソロでね歌歌で、えー「365日の紙飛行機」をね歌わせていただきましたあれもマネージャーさんが選曲ですね私が なんわけけじゃないけど、うん、すごいみんなに褒めてもらえてねメンバーさんに嬉しかったですね、あのー。リハの時にね「アンコール!」って菜々子さんに言われて「あのそういやあの投資リハの時に来てください」みたいな言われてましたけどありがたい嬉しいですね。<laughs> あとは「かかとを鳴らせ」の初披露がありました。ヤヒがいいろろととと、あのー、の先生とかと話し合って で作られたダンスになっていますでね歌割りとかも「あここ歌ってんだ」とか思ったかもしれないね。まあ、ワンハーフということで「フル」じゃないんですけど初披露ということで皆さんの前でお披露目することができてよかったです。サビはねヤヒが考えてくれた振り付けなのでめちゃくちゃ難しいなあの本当に覚えづらかったんだけどでもその分見応えがあるそろ,そろったらかっこいいダンスが完成しました。 ヤヒのセンスは本当にすすごいででね脱帽でございます。<laughs> うん。あとは久しぶりに後悔ばっかりを歌わせていただきましたねあのー、みなちゃんが卒業してから初めての披露になったのでまあ実質2度目なんですけどそうそうそう実質2度目にして2回目にして。 もうすでに立ち位置が変わるっていう人数が違うからねそうでもなんかねまあ元研究生の楽曲ということであの空気感はやっぱりいいなって思いましたねうんそうクリスマス公演以来なんですよ実は意外だよね <laughs> まああとは私出てないところだったがラーメン部の ね、いろんなあ「ラーメン部がねさ泥ぼけした」とか「えすごいね」っていう話とかもありましたけどうん <laughs> 途中からの服はひのちゃんの自前だったら違うよあれ別に普通に衣装というか衣装まあ私服衣装って言ってあのー、組み合わせの別に私の衣装じゃなくて普通に会社が用意してくれている衣装なんだけど。 確かにシャーベットピンクでシャーベットピンク披露するのもね久々でしたね衣装ねうんそんな感じでめちゃくちゃ、えー、盛りだくさんでございましたうんまあゆかさんのことに関しては本当に寂しいし寂しいな寂しいしピエンって感じですけどでも これからたくさん楽しい思い出作って、まあ、しつこくご飯食べ行きましょうって誘いますかね <laughs> 私は基本的に人に人を誘うのが得意ではないんですけどこればっかりはね期間限定になってしまったもんだからわわっつって言うしかないですね <laughs> うんはいということでねありがとうございましたまた明日改めて 配信させていいただこうと思いますよしということでギフトマンありがとう。えー、男女を呼びます。13位こじちさん12位ひよりたさん11位こたつねこさん10位 MS さん9位突破球さん8位オリンピック見てるけいさん7位ひろしさん6位べろさん。 五位・新一さん、四位・昔からおじいさん、三位・ちくりんさん、二位・たかおいちゃんさん、一位・いちたさん、ありがとうございます、ね。オリンピックも始まりましたねあの。ゲームの、ゲームサウンドが開会式の、えー、入ってくる入場の音楽に使われているで。ちょっと開会式は全然終えてないので。 <laughs> まあまあご覧の通り置えてないのでなん全然分かんないんだけどとりあえずツイッターのトレンドに入っててあすごいなって思いましたね普通に私好きなあのゲームまあ私がやってたわけじゃないんだけどゲーム作品としてすごく好きなものの音楽が使われてたりとかねちょっとねあのオタクとしては見逃せないところもたくさんあったんですけどいいね素敵だね。 ということでまあねオリンピックもねみんな、えー、楽しんでいけたらいいなとも思いますということで今日も一日お仕事学校部活家事一児、その他ものものお疲れ様でしたそれでは皆さんまた明日もうすぐ聖火点灯本当あ成聖火点火へえあだって <laughs> またねーおやすみ村バイバーイ